皆さんこんばんは、オニナメコ X です。今回は、ASMR スライスを、やってみたいと思います。早速ナイフで切ってみよう。振動がついてたみたいなので、設定で切ります。正直びっくりした。今度こそ切ってみよう。滑らかに切れました。ナイフでザクッといきました。これでクリアしました。謎のオブジェクトのメーターが溜まった。音量もなしにします。あと、これはスライスしただけでクリアらしいけど、意外と楽なんじゃ。けど、一つだけ言えるのは、アプリ自体が重いことです。切るだけならいいけど、条件がついてきたら、ワンチャン積むかも。ちなみに、広告は機内モードで出ないようにしてます。それでも重いから、もともと重くなっているのか?切る時とかでカクカクする。重くなっていながらもなんとかクリアしました。あと1回クリアでたまる。さっき言ったばかりでもう条件付きのが来たけど、これは実質切るだけだからまだ良かった。簡単でした。そしてメーターが全てたまった。ストーンヘッジが現れた。スイカをキャベツのみじん切りのようにして、細かく切ります。下までザクッと切れない。これでクリアになるのか?それともスイカだから硬いだけかな?スイカは丸になってるかと思ったけど、このアプリでは、平べったくなっている。切れなくてもクリアできた。お店に行くと、いろんなのがあるみたい。実際にありそうなナイフから、ありえないナイフまでいっぱいあります。新しいナイフも更新でくるのかな?ライトセーバーが気になったので、これを購入。今度は魚を2匹見つけるみたい。水槽を切るの自体がなんか不思議。ライトセーバーは電気だと思うけど、水の耐性もあるとか、魚を発見。あと一匹見つけるぞ。クリアしたけど、まだまだ先はあったんだ。アヒルを切るとかもはやサイコパス。我々が住んでる地球もライトセーバーで切ります。中が空洞になってるけど、実際はぎっしり詰まってるはず。クリスタルみたいなのが入ってる。正しいようにカットなので、少しずつ切って多すぎないようにします。そしてこれももはやサイコパス。なんとかクリアできた。これはもしかして今も世界中で大流行してる新型コロナウイルスか?ここに来て重いからこそ難しい条件が来た。今のは条件無視しちゃった。え、これではダメなの?もしかして緑のところに向かって切ればいいのか?気づくのに時間がかかった。今度は同じ大きさで4つ切るみたい。半分切るよりもさらに難しいし、重いから難易度が格段に上がる。ただこれも緑のところに向かって切ればクリアできるから、なるべく最初は大きめに切ればいい。なんとかクリアできた。55% のプレイヤーを倒したみたい。カットするみたいだけど、この条件は一番難しいのではないか。何回も言いますけど、重いからワンチャンここで積んだかも。いやこれ無理でしょ。これこそスイカでやったみじん切り方法を使えば、細かくても4つ切ればクリアになるからいけるんじゃない？
これはもう限界が来るかも。なんでダメなの？緑のところしか切ってはいけないの？どうしてもラグのせいでタイミングを測れない。あと、緑のところだけ切っても4つにできなくない？ということで今回は ASMR スライスをやってみました。そして本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。もしこの動画が良ければぜひチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴していただきありがとうございました。